鈴木議員は1日モスクワ入りし、2日にアジア太平洋地域を担当するルデンコ外務次官、前駐日ロシア大使のガルージン次官と会談したということです。ロシア外務省によりますと、会談でルデンコ次官はロシアに対する日本の制裁について触れ、数十年にわたる国家間協力の積み重ねが西側の反ロシア路線によって意図的に破壊されつつあると批判しました。一方、鈴木議員は北方領土の元島民の墓参りの再開と北方四島周辺での日本漁船の安全操業の交渉開始を求めたとしています。鈴木議員はロシアには5日まで滞在し、連邦議会の議員らと会談するということです。一方、松野官房長官はロシア全土に渡航中止勧告以上の危険情報を出している。どのような目的であれロシアへの渡航はやめていただくよう国民に求めていると述べました。また松野長官は鈴木議員から事前に連絡はなかったとしています。